どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ありです。ということで本日の商品がこちら、レジェンダリーゴールドボックス。こちらね、ちょっと開封していこうかなと思います。ジャンフェスちょっと行ってきて若干声枯れてるんですけど、すいません、ちょっと仕事でね4日間ぐらい、ジャンフェス行ってたもんで声が結構死んでるんですけども、全部でですね6ボックス開封していこうかなと思っております。ちなみになんですけども、ジャンフェスでアップアップガールズの新井さんから最新アルバムをいただきました。サイン入りです。やりました。アップアップガールズの CD の方がなんなら嬉しい。このレジェンダリーゴールドボックス、何が入ってるかっていうと、新規カードはね12種類だったかな、ウルトラレアが、入ってるのと、あとプレミアムゴールドレアだっけな、っていう新しいね、新たなるレアリティのカードがあるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。結構ね、箱はね、紙製なんだけど、この中にストレージボックス、要はデッキケースですよね、になるストレージボックスみたいなのが入ってるみたいで、あれ、これ取ってきてるのか、こうなってるわけですわ。うわー、ブルーアイズ来た。これなんかね、このストレージボックスがかっこいいな。めちゃくちゃかっこいいやんけ。このストレージボックスがちょっと開けますね。このストレージボックスが、うわー、すごい。めちゃくちゃ精巧な作りかと思いきや、でも意外と軽いめの、まあちょっと若干段ボール癖。箱ですけど、まあ、ちゃんと一応デッキケースとしても使えると。だからね、この中にですね、その新しいプレミアムゴールドレアのブルーアイズですよね、きっとね。お、ブルーアイズが入ってるわけですわ、これ。見てください、これ皆さん。まずこれがブルーアイズですね。わかりますかね、ちょっとアップにしましょう。ブルーアイズホワイトドラゴンのプレミアムゴールドレアっていう、新しいね、レアリティ。要は20シークレットとかシークレットとかいろいろあるじゃないですか。あれじゃない、新しい、新たなるレアリティのカードが OCG には登場するんですよ。ちなみに OCG、あれ最新情報見ました。ジャンフェスの。最新情報出ましたけど、なんとラッシュデュエルという、新しい、もう遊戯王ではないもはや、遊び方が新しく登場するのと、あとそれからですね、OCG の方のルールは、マスタールール4の、要はリンクモンスターを展開してからリンクマーカーの先にエクストラモンスターを展開するっていう、あのルールじゃなくて、今まで通りにシンクロモンスターとか融合モンスターを、メインモンスターゾーンにこうバーって並べられるっていうルールになるんですよ。で、これが、まあ、ちょっとすごい脱線したんですが、これが新しいレアリティ、プレミアムゴールドレア。すごくかっこいい。ちょっと開けましょう、もう。もう一番から開けちゃっていいだろ。この光り方かっこいいでしょ。ちょっと、通常モンスター、バニラモンスターとの相性はすごいいいんですよね。この金色の枠と。ちょっとね、デコボコしてるんですよ。ちょっとデコボコしてる。若干。この、それは伝わんないか、さすがに。ここはデコボコしてて、この辺もデコボコしてますね。なんかなんていうのかな。浮き上がってる感じ？まあ、ちょっとレリーフじゃないけど、非常にかっこいい。まあ、これは、レッドアイズ、ブルーアイズ、ブラックマジシャンっていう3種類があるらしいんで、まあ、6買ってるさすがにあったんじゃないかなと思うんですけどね。で、入ってたのはこんな感じですね。ゴールド、プレミアムゴールドレアのブルーアイズ、あとセンターカード。で、これがメインのスペシャルパックっていうやつで、で、これが一応スクリューダウン。まあ、これに、なんかこういうことなのかな？これ入れろっていう話なのかな？まあ、僕は女剣士からの20シークレットを、入れたいと思います。じゃあこれ開けていきましょう。メインはこれですから。この中にですね、12種類新しいカードが入ってまして、こちらのウルトラレア12種類ってやつね、これが新規カードで、ドーマルパラレルは、再録っていう話なんですけども、この12種類の中にガチぶっ壊れカードがあるんですよ。いくつかあるんですけど、で、僕が一番欲しいのはドラグーン・オブ・レッド・アイズっていう、レッド・アイズとついにブラックマジシャンが融合するっていうね。ブラックマジシャン、城之内の魂と、遊戯の魂が合体融合するっていうやばいやつが入ってるんですよ、これ。ちなみにこの、レジェンダリーゴールドボックスのね、ボックスにはこのパックが、全部で6パック入ってるんですよ。で、必ず1パックに1枚ウルトラレアは入ってると。で、1枚絶対に20th Secretは確定なんですって。で、ドラグーンの 20th が、まぁ、ちょっとまた出たら効果説明しますけど、2万とかなんですよ。買い取りで2万とかなんですよ。売ってる、まあ要は販売価格で3万とかなんですよね。で、俺これ6ボックスで2万ぐらいだから、ドラグーンの 20th 出たらもう回収なんですよ、それだけ、それだけで。元取れてるんですよ。なんで、ドラグーンの 20th を意地でも当てたいという風に考えております。早速、開封していきましょう。これちょっと1パックずついきますかね。いや、全部開けちゃうか。全部開けちゃうわ。ちょ、めんどくせえや。さあ、ノーマルパラレルがね、ほとんど。この辺はもう再録ですね。希望、王竜、ホープドラグーン。
トポロジック4は、これもね、あ、これも結構嬉しいですね。手に入りやすくはなったと。で、あ、ソリッドマンも再録嬉しい。これシャドウミストとか入ってないかな。シャドウミストね、解除されたんですよね。お、かっこいい。未来、竜王、ホープ。これがまあ新規カードですね。ちょっとあれ、僕あんまりエクシーズ次元詳しくないんで、詳しい方はぜひコメントで残してください。で、レインボーネオス。あ、レインボーネオスレインボーネオスは今ね、めっちゃ強くなってるんですよ、実は。前のリンクプリンスパックの開封の時のベルテアナコンダっていうやつ、よかったら皆さんそっちの動画を見ていただければと思うんですけども、ベルテアナコンダでネオスフュージョン落として出てくるっていうね、やばいっす、これ。めちゃくちゃ強い、すぐ出る。で、ユベル、これね、ユベルのね、なんかね、新しいね、ネオスクルーガーって言ったっけな、なんかいるんですよね。スカーレットノバドラゴン来た。で、あ見えちゃった、やべやべ、ちょっと見えちゃった。行くぞ、ユース。リミット解放。レベル5。レギュレーターオープン。スライスウォームアップ。オーケー。アップリンク。オールクリア。ゴー。シンクロ召喚。カモン。テックチーナス。ハイパーライブラリアン。ちょっとやべえ、喉枯れてて全然似てねえや。ダメだ、今日。何が出たのこれ。DDD か。なるほど。赤羽さんのやつですね。これ。さては、DDD、死王王、バイス、レクイエム。名前は死ぬほどかっこいいけどね。なんか死王王ってちょっとなんか王被っちゃってけど、これ大丈夫なのこれ。強いんかな。まあ、多分強いんだろうな。さすがに。ちょっとね、ほんとマジで俺ペンデラム次元マジでわかんないんですよ。多分強い。としか言えねえ。お、ギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン。いいですね。レベル8が2体。来るぞ、ユーマ。お、来た。スカーレットスーパーノバドラゴン。ちょっと待って、これね、確かね、星野さんが召喚工場を、なんかね、ツイッターに上げてたんですよ。王を迎えるは、三賢人。赤き星は滅びず、ただ、愚者を滅するのみ。荒ぶる魂よ。天地帰り明けの時を刻め、シンクロ召喚、スカーレットスーパーノバドラゴンっていう召喚工場らしいですよ。これもう、星野さんが考えてるんで、もうこれ実質公式でいいと思います、これ。これ、もう召喚工場は決定。チューラー3体プラスチューラー以外のモンスター1体以上でシンクロするっていうね。なんかデッキからチューラーモンスターを任意の数だけなんか出してくるみたいな、やべえやつが確かいるんですよ。なんか今、遊戯王。そいつで結構出しやすいとかいう話らしいですよ。ちなみに、ジャンフェスではですね、鎌倉さん、わかりますか？ブレインズのゴーストガール役の声優の。鎌倉さんもなんか、フラッと遊びに来てらっしゃって、まぁ、ちょっと、ステージに出演するとか言うわけじゃないんですけども、フラッと遊びに来てらっしゃって、結構ですね、お話できましたね。鎌倉さんすごくいい人で、お写真も撮っていただいて、まぁ、ちょっと事務所がうるさいということで、あげらんないんですけども、いやいい人だった。すごく、可愛かった。めちゃくちゃ。ちょっと好きになった。ちょっとっていうか、だいぶ。スカーレットノバドラゴン。うん。で、青き目の剣士来た。で、これですよ。エレメンタルヒーロー、ネオスクルーガー。これが新規ですね。ネオスクルーガーさんが、なんかですね、なんとです、融合召喚条件、見ます。エレメンタルヒーロー、ネオス、プラス、ユエルっていう。いや、ネオスワイズマンの立ち位置。で、こいつが、融合召喚でしか特殊召喚できませんよと。で、このカード名の丸2の効果は一旦一度。で、丸1番は、まあ、一旦一度じゃないと。このカードは相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算前に、その相手モンスターの攻撃6分のダメージを相手に与えると。あ、強いですね。これ、まあ、ネオス、ワイズマンのなんかその効果っぽいですよね。で、表側表示のこのカードが相手の効果でフィールドから離れた場合に、または戦闘で返された場合に、手札デッキからネオスワイズマン一体を召喚条件無視特殊召喚。ああ、いいですね。素晴らしくロマンがある。ちなみにこれネオス入ってっからさ、あれっすよね。ネオスフュージョンで出るんですよね。だから今多分ですね、これ出そうと思ったら、効果モンスターをフィールド2体並べると、ベルテアラコンダが出るんで、ベルテアラコンダに2000ライフ払えば、ネオスフュージョンからのネオスクルーガーができます、多分。結構出しやすいと思う。めちゃくちゃ。うん。間違ってたらごめん。で、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン、いいですね。この辺も再録と。で、アビスラグナロク、これはさすがに俺も聞いたことがある。ペンデラム事件わかんない、俺でもさすがに聞いたことがある、モンスター。で、コールリゾネーター、これはもうほんと、星野さん、魂。で、デコの投下ヒドソウル、うわ、かっこいい、これ。これは石毛さんの魂のカードですね。お、来た、ハイパーライ。行くぞ、ユース。僕は、レベル2の、テクチーナス、カタパルトドラゴンティ。レベル3の、テクチーナス、ジェットファルコン。永遠の魂来た。これ融合だけど、これ何これ。あれ来た。皆さん、これです。これがマジでやばいです、これ。これガチでやばい。これまずガチカード。これもブラックマジシャンとレッドアイズ合体しててなんかロマンカードかなって思うんですけど、これマジでガチカードです、これ。これガチカード。これちょっと説明しますね。効果。ブラックマジシャンとレッドアイズまたはドラゴン族の効果モンスター。これを、合体させると融合できますよという非常にロマン性のあふれる。
モンスターとなっておりまして、つまりブラックマジシャンと、例えば、なんかアミュレットドラゴンとかブラックマジシャンとディープアイズとかね、まあ、こういう組み合わせとかでも出るんですけども、これなんと効果がやばくてですね、このカードは効果の対象にならず効果では破壊されないという、まずすごい素晴らしい体制を、持っております。まあ、要するにあれですね、カオスマックス、要するにカオスマックスで丸2番、自分のメインフェーズに相手のフィールドのモンスター1体を選んで破壊、対象を取らない破壊をまずぶちかまします。で、元々のそいつの攻撃力分のダメージを相手に与える。ちなみにこの効果は、融合素材にした通常モンスターの数まで使用できる。つまりですね、最大2回まで相手のモンスターを焼けます。強すぎこれ強すぎ。ちなみに、まだ丸3番あります。丸3番、一旦一度魔法トラップモンスターの効果が発動した時、手札を1枚捨てて、その発動を無効にして破壊して、さらに打点を1000アップします。いや、盛りすぎ、森3中、マジで。これ、本当に、3つとも全部強いんですよ。やりすぎじゃない？やりすぎなんだが、これに関しては。いや、本当に強いんですよ。で、これ何が強いかっていうと、こいつ、これ、レッドアイズフュージョンとか、ティマイオスのマナコで簡単に出てくるんですよ。で、今、レッドアイズフュージョンって結構やっぱインサイトとかでサーチも簡単だし、リンクモンスターでベルテアナコンダってやつがいるんですけど、ベルテアナコンダっていうのが効果モンスター2体で出てきて、そいつがデッキから、そのフュージョン魔法をデッキから墓地に送ると、その効果コピーするんですよ。だからこれ、レッドアイズフュージョンって出てきちゃうんですよね。ベルテアナコンダ、つまり効果モンスター2体立てばこれが出てきます、これ。やばいでしょ。頭終わる。だから、まあちょっと、まあいろんな有識者と話してたところによると、なんかそのサンダードラゴンデッキとかで、超雷竜立てながら、ベルテアナコンダ出して、その下にディープ、ドラゴンオブレッドアイズ出すみたいな。超雷、アナコンダ、ドラゴンオブレッドアイズみたいな盤面も、なんか簡単にできるみたいな話があって、ガチ強っていうね。これ3枚欲しいんですよね。これティマイオスで出せるんで、一応ブラックマジャンデッキも入るから、とりあえず20スじゃないけど当たってよかった。ちょ、2ボックス目以降はですね、結果だけドンとお見せしたいなと思います。行きましょう。さあ、2ボックス目の結果がこちら。まあ、ブルーアイズ被ってるのはまあいいですわ、こんなものは。これですよ、これ。これとこれ。これめっちゃ嬉しいんだけど、バレルエンドドラゴン、リンク5、20シークレット。これすげえ強いっす。こいつめちゃくちゃ強い。一応効果説明しましょうか。さすがにね、ちょっと。もうかっこいいわ。バレルエンドドラゴン最高にかっこいい。バレルエンドドラゴン、リンク5、ドラゴン族リンク、効果モンスター3体以上。まあ、そこそこ作りやすいですね。効果もリンク5にして。このカード名の丸3の効果は一旦に一度しか使用できない。丸1番。これが強いんだよな。フィールドのこのカードが戦闘効果では破壊されず、モンスターの効果の対象になりませんよと。だからもう絶対破壊させねえっていうね。魔法トラップカードで除外とか、まあ、バウンスとかね。ああいうのは効いちゃうんですよね。で、このカードは相手モンスターすべてに1回ずつ攻撃できますよ。まあ、要はするに、まあ、召喚獣プルガトリオと。で、フィールドの効果モンスター1体と、自分の墓地のバレットモンスター1体対象にとって、バレット蘇生して、そいつの、相手の効果無効。これフリーチェーン。これ強えんだよな。これめちゃくちゃ強え。そして、見てくださいよ。これ。シューティングスタードラゴンテックジーナスエクスパンション。なんとですね、シューティングスターとね、テックジーナスが合体しました。つまりですね、何が言いたいか、雄星とブルードの魂のカードなんですよ。絆のカード。これね、宮下さんが、これも確か、召喚工場をなんか考えてツイッターに投稿しらして、まあ、ちょっと私代理読ませていただきたいんですけども、つどいし絆が仲間の魂と重なり合う。照らし出せ俺たちの未来のその先をアクセルシンクロカモンシューティングスタードラゴンテックチーナスエクスパンション。これがね、シンクロ召喚工場ですって。かっけー。宮下さん最高。というね、まあまあこの映画出てくれたんで、結構意外と被ってないんだよな。意外とね、今んところ引きいい感じ。ちょ、3ボックス目いきます。そして3ボックス目がこちら。ドラグオブレッドアイズってのはでかい。そしてね、ディープオブブルーアイズ。こいつが20で出てくれました。嬉しいですね。さあ、サクサク4ボックス目いきましょう。さあ、4ボックス目の結果がこちら。まあ、さすがにね、ここは揃うよな。6買えば。さすがにこっちは揃う。で、
これが、ギャラクシーアイズの、20ですね。何回見てもこれバレルエンドかっこよすぎだろ。こいつ。こいつやばいわ。5ボックス目いきましょう。さあ、5ボックス目の結果がこちら。あ、こいつはレッドアイズでした。ですね、デコードとかヒートソウルの20が出ましたね。そんなに大したことない感じ。なるほどね。まあ、被ってないのはまあありがたい。まあ、ありがたくもないか。ドラグオブレッドアイズの20がもろ被りするっていうのが一番の神引きやから。いや、でもあと1ボックスなんですよね。あと1ボックスなんですよ。いや、マジでこれ出る気しねえな。やっぱなかなかやっぱ、あれですね、12種類あって、確定とはいえ、12分の1のカードを20で引けっていうのは結構きついかもしんない。だから、あのね、ドラグオンは1枚出るほしい、あと、あと今2枚出てるから、あと1枚出るほしい。もう20じゃなくてもいい、こうなったら。うわー出たー出たーやったーやべー買取金額2万円です。まあ、絶対売らないけどね。売らないんだけどさ。やったーかっけーやばすぎ。神引き来た。これは神引き。やべえ、これ一気に報われたわ。なんか6ボックス分ありますからね、これ1枚で。この価値やばすぎ。かっけーわー、かっこいい。まあ、説明した通りです。効果は冒頭でやばすぎってことですよ、つまり。まあ、JK 語で言うとヤバ谷。やっべえ、マジでこれ。あ、クソ嬉しい。ちょっと待って。クソ嬉しいんだけど。ちょっと待って。ちょっと待って。え？クソ嬉しい。まあ、ちょっとじゃあ、全部、並べてみますか。さあ、6ボックス開封した結果が、こちら。ですね、ちょっと宮下さんとブルードの魂のカード出過ぎ問題っていうのを発生してるんですけども。ね、一応全部出たんかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。一応、全種類はさすがにね、6ボックス買えば、出ます。出ました。で、なんか、俺、なんか、ここ引き強かったんだけど、なんか結構、なんか、うまくね引き。遊戯王うまくねブラックマジシャンと、レッドアイズと、ブルーアイズ、プレミアムゴールドレアが2枚ずつっていう、6ボックス買って。これマジで遊戯王うまいわ。で、これ、ドラグーンの20を出しながら、もうドラグーンを3枚集めるっていうのも、これマジで遊戯王がうまい。これマジで遊戯王うまい。まぁ、あ、ちょっと、このディープアイズだけ、あの1枚しかなかったんで、ちょこれ不満ですけど、まあ、ただですね、結構引き的には強かったんじゃねえかなと思うんですよね、これ。どうですか、皆さん。アドアドロミの、まあ、こいつがマジでアドアドロミの能力者なんで、これアドアドロミの能力者、まあ、こいつの、この辺もアドアドロミの能力者なんで、ワン、ツー、スリーあたりなんで、これめっちゃ強えわ、引きが。ということでね、いかがでしたでしょうか。総じて神引いたんで、視聴者からの主にバッシングが、気になるところではありますけれども、最後にですね、ではね、めっちゃ出た。もう一度この、宮下さんの魂のカードの召喚工場と共に、この動画をおしまいにしたいなと思います。いきます！いくぞ、ユーサー！集いし絆が仲間の魂と重なり合う！照らし出せ！僕たちの未来のその先を！アクセルシンクロ！カモン！シューティングスタードラゴン！テッチーラスエクスパンション声借りててマジで似てねえや今日。ダメだ。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。